へえ、起きたんだ。20年ぶりかな。それじゃ会いに行かないとだね。なんですよ、シンフォニカの幽霊。どこからともなく現れて、あちこちでいたずらをしてふっと消える。幽霊だけに神出鬼没でつかみどころがない、厄介なやつなんです。じゃあこの前キーちゃんの本のカバーが全部入れ替えられてたのも、はい、幽霊の仕業です。ではでは、自分のバスケットからバネが飛び出てきたのも、はい、幽霊の仕業です。私が楽しみに取っておいたおやつがいつの間にかなくなってたのも、それは知りませんが、まあはい、幽霊の仕業でしょう。ふん、くだらん嘘はやめるんだな。自分のいたずらの責任を幽霊に押し付けているだけだろ。おやおや、ワルキューレさん、もしかして幽霊が怖いんですか？怖いから存在を信じたくない。わかる、その気持ちわかりますよ。怖いはずがないだろう。私はただ幽霊など存在しないと。侵入警報、侵入警報、何かがシンフォニカ内を移動中だむ。不穏反応は出てないむ。 T2 じゃないむ。こりゃ本当に幽霊ですかね。そんなわけあるか、朝比奈タクト。元はといえば貴様が幽霊など話題にするからだ。さっさと侵入者を見つけ出して幽霊などいないことを証明するぞ。反応はここに逃げ込んだむ。周辺の包囲は完了しました。もう逃げ場はないはずです。よーし、んじゃあ幽霊の正体ってやつちゃっちゃか暴いてやるかな、ワルキューレ。当然だ、幽霊など存在しないのだからな。二人とも手だれのムジカートですし大丈夫だと思いますよ。中なんだむけど、ノイズみたいなのが混じってて、ああもう、なんか音楽堂で変な反応が出たり消えたりしてるむ。気になってしょうがないむ。わあ！行きましょう、タクト。怪我などはないですね。気絶させられているだけみたいです。
はい、私から離れないでください。はい。お？捕まえましたよ、侵入者。的確、でも素直すぎ。武器をおとりに。いい線言ってたけど残念、戦い方がお行儀良すぎ。へえ、見えてたんだ。黙ってはいないみたいだね。巨人タイタン、タイタンはタイタンだよ。久しぶりだね、マエストロタクト。ほら、ワルキューレタン、そんな不機嫌そうにしないでさ。不意打ちで気絶させられれば誰だって不機嫌になります。しかも分かっていますか、あなたからの不意打ちはこれで二度目ですよ。二度目。20年前のことなんてよく覚えてるね。あんなのもう時効でしょ。時効では、少なくとも先ほどの不意打ちについて謝罪はするべきなのでは。タイタン知らないよ、幽霊の仕業なんじゃない。紅茶です、どうぞ。はい。ほら、ワルキューレタンもそんなカリカリせずにティータイムと行こうよ。誰のせいだと。あったく。タクトもいかがですか。お茶がお気に召しませんでしたか。にょ、そういうわけじゃないよ。ただ仲いいなーって見てただけ。懐かしいな。そうだね、俺じゃなくて僕だったとかね。タイタン、やめるんだむ。記憶を無理やり刺激するのは良くないむ。それはタクトタンにとって良くないじゃなくて、シンフォニカにとって良くないでしょ。ムキー、タイタンの方がシンフォニカにとって良くないむ。出頭命令にも応じず世界をフラフラ、勝手に現れ勝手に消える風雷坊。そんな当てにならない奴の言葉になんて耳を貸しちゃダメだむ、タクト。それは同意見。聞いてわかることなんて正直大したものじゃないよ。記憶は体験と合わせて刻み込まれる。楽譜もそう。作曲者の思いや経験を紡いでいって残されるものでしょ。タイタンの記憶はタイタンだけのものだし。タイタンが嘘つくかもよ。そしてそれが嘘かどうかもわからない。ふん。一つ伝えるとするなら、昔のタクトタンと今のタクトタンは違うよ。そりゃあもう同じところの方が少ないくらい。でもそれでもタイタンにとっては友達。友達が起きたのなら会いに来なきゃだよね。たとえどんなにうるさい小言マシンがいるんだとしてもさ。誰のことだむ。さーて、ご飯の時間まで散歩しよっかな。ワルキューレタン、案内して。こら、待つむ。勝手は許さないむよ、タイタン。だからタクトタンなんですね。奇遇ですね。私もですよ。さて、この辺でいいか。何あれ。何って見ればわかるむ。20年ぶりに目覚めた朝比奈タクトだむ。見たら騙されるね。
喋ると別人だよ。シンフォニカは何をしたの？治療だもん。タイタン、朝比奈タクトは別人のようですが、別人ではないと思います。言葉遣いや振る舞いなどは異なるものの、根底の部分は同じですから。根底の部分？身を挺してムジカートをかばん、後先考えないバカなところ。マエストロたちの悪い癖、真っ先にそこ直せばいいのに。それじゃワルキューレタン、改めて案内よろしく。タイタン、しばらく滞在するつもりだからさ。案内と言われても、見るところなんてそんなにないですよ。どうかな、案外何か隠されてたりするかもよ。ああ、こら、勝手に。まったく、本当に言うこと聞かないもんね。元のコンダクターの悪影響だむ。また反応が出て消えて、もう今日は一体何なんだむ。はいはい、タイタン特製料理の出来上がり。わあ、めっちゃうまそう。しばらくお世話になるんだし、料理ぐらい振る舞ってみせないとね。一人旅してると何でもできるようになるんだな。私も旅に出てみようかな。やめておけ、初日に腹を壊すぞ。どういう意味だよ。食材は同じはずなのに、調理次第でここまで味が変わるものなんですね。理由はそれだけじゃないよ。マエストロと食べると何だって美味しいの。それにね、タイタンはね、こうやって二人と一緒にご飯食べたかったんだ。20年越しで夢が叶ったよ、タイタン。え、タクトタン、今なんて。警報警報、侵入警報。未確認反応が突如発生したもん。この反応はムジカートだむ。譜面参照中、照合中。むむむむむ。は？これは。あ、私の中の何かがチリチリする。昨日の夜と同じ感じです。これは私も知りません。ここは一体。タクト、下がってください。はい。ではない。朝比奈タクト、運命。おはようございます、マエストロ。お腹が空きました。